山岳ユダヤ人の男性山岳ユダヤ人の女性山岳ユダヤ人は東部コーカサス地方特にダゲスタンに住みペルシア系のユダヤタート語を話すユダヤ人のこと東部コーカサスユダヤ人あるいは単にコーカサスユダヤ人とも呼ぶただし山岳ユダヤ人にコーカサス地方のアシュケナジムやフルジームは含まないのでコーカサスユダヤ人という名称は本来は不適切である 彼ら自身は自分たちをジュフロと呼んでいる。単にユダヤ人という意味である。彼らがジュアイムニといえば山岳ユダヤ人のことだが、その一方でアシュケノジムユダヤ人のことを彼らはジュアエシュゲナジーニーと呼んでいる。ヘブライ語でアイボリーあるいはユーディーと名乗る者もいるが、これは高齢者に多い。文献の中で彼らは東部コーカサスユダヤ人、山岳ユダヤ人、 ユダヤ・タート人、ジュフール、ダグ・チュフートなどと呼ばれている。ロシア語での名称ゴルスキーエーブレーは、やはり山岳ユダヤ人という意味である。彼らはもともと、コーカサス一帯の山岳地域に集中していたものの、18世紀から19世紀にかけて、カスピウミ沿いの低地に移住。ダゲスタンを中心に、アゼルバイジャンや北部コーカサス地方に定住している。 ソビエト連邦成立後の一連の施策によって、独特の閉鎖的な生活態度が払拭され、周辺の民族集団との共存が進んだばかりか一部は、モスクワなど都市部に移住している。その一方で1970年から1990年にかけて、多くがイスラエルや米国に移住している。山岳ユダヤ人は、本来の高と増援、養蚕を制御としていた。 山岳ユダヤ人が栽培していたのは、穀物の他に、タバコやブドウであり、ことにワインの醸造は、イスラム教徒が宗教上の理由で従事できない仕事だったことから、山岳ユダヤ人とアルメニア人が、もっぱら従事することになった。また比較業に携わる者も,も多く、都市部では、趣向業、商業を営んでいた。その一方で、ユダヤ教は肉食の制限が厳格なことから、 山岳ユダヤ人は家畜をほとんど飼わなかった。ソ連政府は山岳ユダヤ人に対して集団農場への加入を強制する一方で増援、比較業に携わることを容認し、男子に限りシナゴーグで行われていた教育についても、小学校でタート語を選択科目化させ、1928年にはタート語の新聞ザックアメ特集が創刊された。しかし、 第二次世界大戦回戦に伴い、ロシア国家政策に転換し、ペレストロイカまで続く。今日、山岳ユダヤ人出身の知識人は、俳優、芸術家、作家、詩人など、ダゲスタンの文化界では目立った存在となっている。しかしながら、今のところ、彼らの文化に光を当てているのは、アマチュアの演劇やコンサートのみである。山岳ユダヤ人の言い伝えによると、 彼らが東部コーカサス地方に住み着いたのは西暦722年のことである。ペルシア系の言語を話すのはかつてペルシア南西部に住んでいた名残と考えられている。その起源については諸説が唱えられている。遊牧民の侵入を防ぐ目的でパルティア朝とサーサーン朝の王たちの遺構で配備されたユダヤの武装入植者の子孫であるという説。 ユダヤ教に改修したタート人の子孫であるという説、ハザール人の子孫であるという説、ありがとうございます。